では続きまして、動画で売り上げを5億10億と上げた YouTube コンサルタントが教える動画売上アップのポイントとはと題しまして、 YouTube 大富豪7つの教え著者菅谷真一様、ビハイヤ株式会社清水裕子が語ります。中小企業のためのネット活用コンサルで400件の企業ホームページの企画制作プロデュース実績を持ち、日本における YouTube 戦略コンサルティングの第一人者と言われる著者でもあり、現役コンサルタントの菅谷真一さんとその YouTube 戦略を実践したことで労働時間を減らし、1年間で売り上げ2倍、人材採用手数料を500万円カットした実績をビハイヤ株式会社清水裕子が語ります。よろしくお願いします。なんかその紹介だと俺も本を書いたみたいになってるけど、俺は書いてない菅谷さんだけです。はい、どうぞ。はい、じゃあ改めまして、皆さんこんにちは、菅谷真一です。ちょっと事例を出しておきましたんで、はい、これではい、今日ちょっと皆さんにですね、最初にお聞きしたいことがあります。 YouTube 普段、よく見ているという方、ちょっと手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。パッと見て7割ぐらい手上がりましたかね。1回でもいいから YouTube 投稿したことがあるという方、ちょっと手を挙げてください。お、すごい、さすが、この業界は割と実践、されている方割と多いですね。普通僕は日本全国年間50本、YouTube に関する講演してるんですけども、ほとんど手上がりません、で YouTube で、投稿した結果売り上げが上がった、あるいは会社にとっていいことがあった、1回でもあるという方、ちょっと手を挙げてください。はあ、少しいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。意外と全国平均よりやっぱり高いですね。あ、本当ですか。はい、全国平均はどれぐらいなんですか。もうここでもうほとんど手上がりませんからね。それをまあ学びに来てるなんて方がやっぱり多いですよね。なるほど。はい、で今日はですね、時間ちょっと限られてますので、いくつか、この YouTube のポイントですね、そういったところもお話したいと思います。最近テレビ皆さんご覧になっていて、Google のコマーシャル、YouTube のコマーシャルが非常に多いって思いませんか。以前は Google がこんだけ便利ですよ、調べ事するのに、Google をもっと使ってください、そんなコマーシャル多かったんですけどね、今は完全に YouTube をもっと使いましょう、YouTube のコマーシャルが多いですよね。Google は何を考えてるかって言いますと、皆さん今手を挙げていただいたように、YouTube ご覧になってる方はもう非常に多いわけですよね。もう小学生もみんな見てます。ですが投稿する人がまだまだ少ないんですね。ましてYouTube の中に、TrueView って言いましてね、広告、映像の広告出せるんですが、その執行者が圧倒的に少ないと、YouTube でお金を生み出してないっていうふうに Google は思っているので、今テレビコマーシャルやってるわけです。でライバルの皆さんの競合の会社とかですね、周りの会社の方ほとんど、ビジネス活用してないのが現状だと思います。ですので今日はちょっといくつかポイントをですね、ご紹介します。ぜひ実践もしていただきたいと思います。皆さん、お手元にですね、スマホ、タブレットある方なんかちょっと検索していただきたいんですが、僕は茨城県の水戸ってところに住んでます。うちの近所にですね、もう全然、YouTube やる前は、年商3000万利益ゼロっていう、板金屋さんがあったんです。屋根の上で屋根の工事する会社ですね。ここで出しますか。どうぞ。雨森水戸っていうふうにちょっと検索して、はい、Google の検索がいいですかね。Google の検索で、雨森水戸なんていう、皆さんもちょっとお手元ありましたら検索してみてください。本当潰れかかってた板金屋さん、 YouTube だけで、年商6倍になったって会社ですね。 YouTube しかやってないんです。だからホームページ、持ってない、ホームページ後から作った、検索の順位なんかも全然関係ない、あれ紙媒体の広告看板一切やってない、 YouTube だけでやっぱり業績伸ばしてるっていうのが今ネット戦略割とこう先端的にやってる会社の特徴ですね。雨が降った、次の日、雨漏りがした、地元茨城の主婦はもう大体こういった雨漏り水戸とかね、地域名で検索をします。そうするともうこれ検索の今2位3位ですかね、この板金屋さんですから、この屋根の上に登って、スマホで、屋根の上の様子を撮って、ある点に注意して YouTube を投稿していると。これだけ実践を3年間しただけなんですね。それで年商3000万利益ゼロの会社が年商2億です。ホームページほとんどやってない、持ってない、 YouTube しかやってない、これが今日的なネット戦略だと思うんですね。以前ですともう僕は江戸時代のネット戦略っていうふうに言ってるんですけども、普通企業でネット戦略って言いますと、まずホームページ立ち上げよう、検索の順位が下だから SEO なんて言いましてね、検索の順位を意図的に上げよう、そんなこと普通考えるわけですけれども、その2つとも全く関係ありません。ホームページ持ってなくてもこのように、ネットの活用を上手にやると、求人もそうですけどね、仕事の獲得、そういったところにつながっている事例が非常に増えています。今日はせっかくですからね、2つ YouTube 戦略のちょっと大事なポイントを、ご紹介します。もうこの2つちょっと頭に入れていただくだけでも随分違うかなと思います。 YouTube で最も重要なことなんですかっていうふうに言われると、数です。10個20個 YouTube 投稿しても業績変わりません。100個200個300個、やっぱ数をね、僕の日本全国で8000件ぐらい、菅屋式 YouTube 戦略実践している方いるんですが、1万件以上やった方っていうのは清水さん含めて2人ですね2社ですね、ほど非常に奇特な方です。それはちょっともう本当特別な数ですけれども、100本200本以上ですね、やっていくと非常に数が重要、これがまず一つ重要ですね。かっこいい動画を10本20本作る、これで YouTube やったつもりになってる企業さん非常に多いんですよね。質はともかく数をたくさんやっていく、これが一つ重要ですね。そしてもう一つです、YouTube の肝ってのはこの題名タイトルなんですよね。ある方、ネットのね、世界の方といろいろ話すと、菅谷さんのやってるこの YouTube 戦略っていうのは究極の、スモールキーワード戦略ですね、なんていうふうにこう言われます。詳しくはですね、もっと興味がある方は今日時間の関係で全容を話せませんけれども、清水さんにこう聞いていただきたいと思いますが、タイトルが肝ですよと、そういったところだけ今日ちょっと頭の中に入れていただきたいと思うんですね。今日は江戸時代、あるいはもう室町時代とか、もう本当にもう時代遅れのネット戦略をやっておられる方、本当に日本全国講演してると非常に多いわけなんですけれども、ホームページを作る、あるいはそれの検索の順位を上げるってことじゃない、この YouTube だけで業績を上げるって方法、もうむしろこれが一般的なんだってことをちょっと頭の中に入れていただきたいなっていうふうに思います。で、実際じゃあ投稿してどうなるのか、やっぱ雨漏り屋さんだけだとちょっと分かりにくいかなっていうふうに思ったんで、私が投稿している動画上げました。例えばこれYouTube でアニメ 3DCG デザイナー転職っていうふうに検索した場合、1番これうちですね、で2番3番4番5番6番7番8番9番10番、もうどこまで行ってもうちだとっていうふうな、こんなふうに今だったらできるわけですよ。でこれを大体これ1万個やるデメリットも先に伝えておきます。大量にやったからこそちょっと分かったリスクとかもあってですね、確かに1000個2000個で十分効果あるんですけど、私は本に月100個ぐらいって書いてあったんで、じゃあ月1000個やってやれと思ってやったんですよ。で1年間かけて1万2000個ぐらい投稿して YouTube の規約もきちんと読んでこうやってたら、ある日ですね、ポチって「さあ今日も投稿するぞ」ってやったら赤バンされてたんですよ。どうも目立ちすぎたらしいんですよね。だから規約にのっとってたとしてもやっぱり大量に投稿しすぎるとダメなんだっていうの、これはですね1日に75個投稿するとですね、それをかつ1年間続けるとどうもダメだという皆さん何の参考にもならない情報かもしれないんですけど、他にもですねたくさん投稿することによって得たメリットっていうのもすごいたくさんあって、本当にこれはね皆さんがやるとすごい効果が出る。さっきもちょっと言いましたけど、売り上げが上がるだけじゃなくて人材の採用とかにも使えるので、すごく便利なんですよね。情報をどんどん YouTube で配信していくっていうことは素晴らしいんじゃないかなと思いますよ。もう本当にこうね、出る杭は打たれるじゃないですけども、あまりは YouTube にも目をつけられた男というふうにちょっと思っております。2015年、もうあとね、2、3週間で年明けですけれども、やはりこうネットマーケティング、ネットのビジネス活用、主役はやはり動画マーケティングだと思います。動画をどのように使っていくのかっていうのはもう小さな会社のですね、本当にこう、業績を左右する大きなポイントだと思いますので、ぜひ今日はですね、改めて YouTube、動画マーケティングが大事なんだと。いうことをちょっと頭に入れていただいて、もっとこれを詳しく勉強したい、教えてもらいたいという方はぜひですねビファイア、清水さんの方に、連絡をしていただきたいというふうに思います。ですいませんね、まだ拍手じゃないですよちょっと菅谷さんが大変ちょっと著書もたくさん出されてて、売れっ子で今日ちょっと無理やり来てもらった感があるので質疑応答の時間がありません。なので何か質問とかあるとか、あるいは菅谷さんにコンサルしてほしいなとかもしあったら、私の方でつなぎますので、興味があれば言ってください。で、著者を応援するっていうのはですね、私月1500冊ぐらい本読んでるんですけど、やっぱり本をですね出るためには、著者を応援しないとダメだなと思ったんで、著者の DVD をあそこで売ります。あそこ、動画戦略のためのDVD っていうのを売るので、名刺さえ置いてってくれたら、持ってっていいです。で後から4000円の請求書が4000円ですよね4000円の請求書が引くので払ってあげてください。で名刺だけ置いてるので振り込まれなかったら、今後うちから交流会にならない、多分行かないと思いますはい、それだけちょっと気をつけてくださいね。でやってみて、今回これちょっと求人のやつ出してますけど、もともと楽職って SEO 強いんですけど、さらに強くなった。でそういうその皆さんの特色をこうなんで動画で押し出すといいのか、やっぱそれは私ももう10年間くらいですね、アニメゲーム漫画業界でビジネスマッチングやったり、採用やってきたんですけど、ミスマッチが減るんですよね。例えば元請けの会社さんとかパブリッシャーの会社さん紹介する際に、もし先に動画で技術を見ていたら、やっぱり紹介ミスマッチ減るんですよ。営業のコストがすごい下がる。あと、あ、社長こんな人なんだっていうふうにね、さっきも出しましたけど、こんな会社なんだっていうのを動画で見た上で応募者が応募してくると、本当ミスマッチ少ないですよ。リクナビだと1000人に1人ぐらいしかいい人いないのに、 YouTube で動画上げて応募してくる人は3人に1人、3人に1人はいい人が来てくれる。で私は今年だけで、7人採用しましたけど、広告費ゼロです。もうラブジョブ使ってる場合じゃねえよっていうふうに、これ私自分で言ってるんですけど、やべえなっていうふうに。ただ菅谷さんと一緒に組んで営業の売り上げアップとか求人をさらに動画と組み合わせて良くするっていうのを、業界発展のためにちょっとやろうよっていうふうに声をかけて、新しいサービスも動画のコンサルですね、始めましたんで、興味があればこれ絶対効果出るのでやってほしいなっていうふうに、受けてほしい人は、興味がある人は今日のね書いてあるんです、菅さんも興味ある人はチェックしてくださいっていうふうに。ありがとうございます、はい、でこれをぜひチェックしていただいたら、私か菅谷さんの方で訪問するか、ちょっと多いとうちの担当の方で説明をさせていただきたいと思います。で、そんな感じでどうもありがとうございます。業界発展のために動画戦略が使えればなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ菅谷さんもうちょっとしたら帰っちゃうんですよね。はい、はい、ありがとうございます。